日本代表は22日、横浜市内で合宿初日の練習を、た。今シーズンの欧州サッカーはダゾーンで、いつで、どこでも簡単視聴。1ヶ月無料をお試し実施中、3、した選手は召集されている23人のうち20人、欧州、らの帰国が間に合わずまだ合流していない DF、デンマヤと MF、森田秀正。 追加招集が発表された場、リノ川崎フロンターレ m F、脇坂タイトを除く、前線がグラウンドに姿を見せた。最初は全員でラーニングとストレッチをして、週末に J リーグで合わせに出場した選手や欧州で公式戦をこなし、来た選手は練習終了。全員リラックスしたようで積極的にコミュニケーションを取りながらメニューをこなし、 選手たちの表情には笑顔、多く見られた。初日からスパイクを履いてい、選手は少なく、残って、練習を続けたのは週末。試合のなかった、横浜 F マリノス所属の DF 松原、と、DF 畑中牧幸康、J リーグで出場しなかった柏れ、ソルの MFS 坂人、サウサンプトンで、FA カップに出、いない MF、南野匠。 そして GK の前川眉積りの5人のみだ。この5人もパス回しと1人2本ずつのシュートシュとトをこなして引き上げていった。合宿初日は体的に軽めで各選手がコンディション調整意識してのトレーニングとなった。週末の J リーグや欧州リーグの公式戦に出場していた王の選手がランニングとストレッチのみで場に乗り込んでいった中、 唯一他の5人の練習。終わるまでグラウンドに残っていたのは、GK 験周一だ。超ストイックな守護神は一人でスプリ、トやランニングを繰り返し、心拍数を上げる。うなトレーニングをこなしてキロについた。合わせに向けた、調整方法は人それぞれだが、理科、リー重視の日に、あえて追い込む姿を見るだ。で、ゴンダの日々の準備に対する取り組み方やみへの意気込みの強さを感じられる。 小雨がこう、中で一人黙々と走る様子は非常に印象的だ。取材、文、船木渡る、り